レディオアクアス、ドゥ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 アクアス、アクアス、ドゥ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 アクアス、エイト、ドゥアあ、画面が。はい、いきます。レディオアクアス、アクアスエイト、金曜オイト。この番組は栃木県那須塩原市貯水スクエアアクアスの中にありますスタジオアクアスから、今夜も生でお届けします。松本さんもちょっと何だっけ、レディオアクアス金曜ポイント、那須塩原市貯水スクエアアクアスから、今夜も生でお届けいたします。5月の20日ですね、金曜日夜8時になりました。今日はまずあれか、ブラジルポルトガル語で今日は久しぶりにエレンスさんが登場です。わー嬉しい、よろしくお願いします。ハチワークはサークはセイチキンヨイエスプログラムトラスミチドとストチワークスキスケキスタロカリザードナシダジリトチギエナスショバーガジャパン。Esse programa vai de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da noite, com personalidade diferente para cada dia da semana. Hoje estamos no programa com o senhor Galileu Suzuki-san, Mimi-san, hoje estamos com Matsumoto-san, e eu, Helene Sueda, e depois temos o Richo-san, o Eno-san aqui também conosco, e eu, Helene Sueda, queremos passar uma hora agradável juntos. Obrigada pela companhia.はい、久しぶりですね。久しぶりですね。ちょっとブラジルに来て、ねね、ちょっと親戚とかの顔を見に行きましたので、番組を守ってくれてすごい嬉しかったよ。ありがとうございます。皆さん、本当無事に帰ってこられて嬉しいですね。どういかがでしたブラジル？対策なかった。向こうで食べて。笑って、それでね、懐かしいところとか見て、うん、あ本当にいい休みでしたね。ブラジルは南半球ですから、うん、今はこれからだんだん寒くなって、秋でこれから寒くなっていくんですね。私の教え子もあそこにあそこまで行きましたのですね。それで、ブラジルは暑い国って思ったけど寒かった。寒かった。寒かったって本当に寒いって。私たちにはそんなに寒くなかったけど、みんなブラジルの親戚が来てくれて、北の方の親戚はすっごい寒いって言われたのね。ずっと毛布かぶって、私たちにはすっごいの涼しかったのよ。13度、16度。あ、じゃあその寒いってことじゃないですか。私たちにはすごいこんなに、快適なね、すごいなんていうの、涼しいって、ね、気持ちがいいって思ってたけど、もうこの人たちは寒くて、もう帰りたいって言ってたのね。わあ、違うな、人間ってね。ブラジル広いですからね。やっぱり秋は実りの時期ですか。美味しいもいっぱいじゃ食べてきた。はい、食べてきた。マンゴーとか柿とか、マンゴー、そう、ね、スイカとか。スイカなんかすごい見てる。いいですね。あとブラジルオリンピックで盛り上がってんじゃないですか。それまでずっとブラジル。今できるかどうか。政府の方がもっと大変だから、ね、私が。あそこにいたらデモとかにあったらどうしようって思ってたけど、全然会わなかったのね。デモとか危険な場所とか、どうしようとか思ってたけど全然なかったから、なんとかポワンってね行って帰って、そんなのこと全然見てないの。それでジカウイルスとかいろいろな病気言ってるでしょ。全然なかったのよ。それはちょっとね、北の方と貧しいところとかね、あるけど、サンパロの方はなかったね。
政府の方がもっと騒ぎだったからあオリンピックの話あまりなかったな。まあ日本も似たようなところありますけどね。4年後本当に日本もちゃんとできるかどうか怪しい感じがしますけど、まあ盛り上がっていってほしいなと思いますね、ブラジルの、ね、オリンピックで。はい、ありがとうございます。先週松本さんありがとうございました。今週も来ていただいてますけども、今月、さっきね会った時に話しましたけど、うん、メールテーマがあなたの心霊体験ということで、心霊現象とかいろいろと取り上げてるんですけど、まあ、ちょっと本格的な話もいいんですけど、僕なんか全然霊感ないんで、いろいろこうなんて言ったらいいんですかね、興味本位で結構こう話しちゃってるところあるんですけど、まあ、本格的にやってる方、関心のある方からにはもうちょっと申し訳ないかなって感じがするんですが、今日も お付き合いいただけるとありがたいんですけどよろしくお願いします。それと、まあ、番組の構成ですけども、この後暮らしの扉、トライアル商品の紹介、エレンさんが戻ってきましたんで、今日も、お届けします。そして中井衆の扉で聖書の御言葉と、ブラジルポルトガル語講座、今まで通りにやりたいと思います。その後、懐かしの扉で、はい、あなたの心霊体験ということでいろいろお話盛り上がっていけたらなと思ってますので、うん、1時間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。まあ懐かしの扉の方でいろいろお話聞けたらと思いますので、今日はオープニングはこんなところで、まず暮らしの扉の方に話入っていこうと思います。さっきからちょっと Facebook の情報確認しようと思ってるんですけど、なかなか見られなくていて、今週末明日明後日のイベントですけど、アースデーの情報がねどっかちゃんと見られるのあるのかな。2日間やるんですよね多分ね。会場はどこだったかなっていうのちょっと分からなくて、飯沼隊長、金曜日に、前にこの番組に出てくださってた、飯沼隊長、あの時はビバビバナスシュバルという番組をやってたんですけど、そこに出てくださってた飯沼隊長が、22日の日曜日に、出展しますというのを書いてまして、あります。なんだ、生き物ネットワーク、まあ、ちょっとこれ読ませてもらっちゃいましょうかね。那須野ヶ原生き物ネットワークはアースデー那須に今年も出展いたします。今年に入って自分のイベントにはまともな広報活動ができていないのですが、今回も助っ人にお手伝いいただくので告知させていただきます。日時5月22日日曜日、ブース自体は10時からオープン、会場黒磯中川河畔公園、石のステージがある広場のどこか、結構広いですからね、探していただければと思います。内容、活動の紹介報告、生き物ワークショップ、副代表西谷氏、生き物顧問岳さん指導による、環境学習プログラムを予定、生き物ポストカードの販売、今回のアースデイポスターに使われた絵の限定レプリカの販売の予約受付、私はブースにおりますので普段の活動紹介や、環境やらこれからの日常について意見交換できたらと思っております。ぜひお立ち寄りください、よろしくお願いいたします、というのが紹介されてますね。他にちょっとアースデーの情報、明日も明日で何かあったと記憶してるんですが、21、22、そうですね、21、22と、場所は21日も同じ場所なんでしょうかね。今私の方で把握できているのが飯沼隊長の、那須野ヶ原生き物ネットワークの、情報だけですので、それ以上とかちょっと分かんないですけども、あとはネット環境のある方はちょっとさら、探して検索してみてもいかがかと思います。あと先ほどのミミさん、はい、こちらこれも日曜日でしたっけ、千本松でやる、那須野ヶ原うんまいもんフェスティバルというのが、22日日曜日、那須千本松牧場で、午前9時半から午後3時までということで行われます。私のところ情報来たのはね、ラフ君
水曜日番組やってたラフ君がこれの司会進行やるんじゃなかったかと思います。それから諏訪純子さん、大田原の歌姫、諏訪純子さんのステージがある。それから、那須、なんだ、神が神様なんか神立憲氏雷様、戦士、大臣の、大臣だ、篠原信義さんのステージもありますね。うまいもんフェスティバルということでね、食べ物の露店がいっぱい出ると記憶してます。今回とちおとめ20がないのかな。おお、前にね会って行ったことが記憶にありますけども、情報分かってる範囲でそんなところです。諏訪純子さんのステージもね聞きたいな、見たいな、お会いしたいなと思ってたんですけども、22日日曜日の昼間ですね、そんなところがあります。あと、明日、はい、テレビ番組、アドマチック天国、明日夜9時からかな、大田原氏がとなりまして、大田原氏が取り上げられるんで、私も録画セットで、その日時間ちょっとその時間テレビ見られないんで、録画セットしましたけど、どんなところが、ベスト30とかでね取り上げられるんですけど、どんなのか取り上げられるのかちょっと楽しみではあります。あ、そうそうそう、あ、せっかくあの松本さん来ていただいてるんで、今週末の烏山の行事、烏山は明日21と22に烏山の OK 運動公園っていうところで、はい、闇戸そば祭りっていうのがあります。前に行ったことあるんですけど、なんか高橋名人でしたっけ、はい、広島の方が、今回急に来られなくなっちゃった。来られなかった、いろんな方が、そばの方が、闇戸そばの他にもいろんなテントがブースがあるんで、はい、まあ、混みますけど、前に行ったことあるんですけど、ね、いいですよね、あのね、お菓子も辛さも美味しいのがいろいろあるんですよね。なので、ぜひ興味のある方、そばうまいですからね、興味のある方はぜひ足を運んでみては。時間は始まる、時間前ちょっと検索して調べてみて、まあ昼を挟んでだと思います。行けたら行きたい、行きたい、行きたい僕もね、明日あっち方面、あ、でも明日明後日2日間ですよね、はい、明日明後日あっち方面行くんで、行きたいな。9時頃から多分3時ぐらい、うん、昼挟んでたと思うんですよね。まあこれは後で話をしようかな。じゃあそんなところでしょうかね。それでは、まあ、あとこれちょっと、あ、初公参与、あ、違う、あとこれ初公参与祭、初公参与祭、こっちがあれだっけ、ラフ君だっけ、こっちがラフ君か、多分そっちじゃないかな、ラフ君こっちかな、もしかしてね。もう一つ、これ場所どこでしたっけ、那須塩原市の商工産業祭があります。ラフ君のあれ見られます、本座が、場所はどこでしたっけ、今週の5月22日日曜日、那須塩原市商工産業祭が行われます。昨年行われ好評だった商工会祭りをグレードアップしての第2回目です。商工会ならではの多彩なイベントや食のコーナーが盛りだくさん。塩原温泉からは本物の温泉を使った足湯を設置。ステージイベントでは、源太踊りって言うんですか、源太踊りで、会場を盛り上げます。9時40分から15時。場所は、商工会館、那須塩原市商工会館隣特設会場、末広町ですね。ステージイベント司会ラフ、あ、こっちがラフ君ですね。ラフ君、こちらのステージイベントの司会で、登場します。黒磯高校吹奏楽部演奏、上塩原源太踊り、ナスライガーショー、こっちはナスライガーが出ますね。ボサノバ演奏、ボサノバなんですね。ナス
東那須お囃子保存会子供囃子、ドリームトレジャーダンススタジオ、あ、前ここに、ゲストでいらしたあのあれですよね、ダンスチームですよね、違いましたっけ、あとはまた別だ、マークのとこではないか、とは別ですね、木曜日に出てくれた女性の方がやってるスタジオかな、ドリームトレジャーダンススタジオ、木曜日に多分出てくれた女性の、先生がやってるスタジオだと思います、それから出店がキングハム、ひとみ農園、クリプトン、じいちゃんの煮卵などなどいろいろあります。あ、あとこんなのもありますね、脳神経セミナーということで脳卒中にならないために、橋本正明先生、こちらは商工会館2階で、午後1時30分から3時までということで、なんかね情報が交錯してて大変申し訳ありませんね、ごめんねごめんね、ラフンのが司会をするのはこちら、商工産業祭の方でした、失礼いたしました。そば祭り、あ、そば祭り、そば祭りは21、22の2日間、10時から3時ですね、はい、こちらもいいですね、いろんなのが出てきますね、山揚げ祭りとか、ね、いろいろ出てきます、ね、闇蔵そば美味しいですからね、はい、今週盛りだくさんです、それでは次の、あ、そうそう、これちょっと話そうと思ってね、今日話しとかないと来週には終わっちゃってるんで、西那須の地区の皆様、市民に開かれた議会を目指すためにということで議会報告会並びに意見交換会を開催しますということで、南公民館5月26日木曜日の午後6時半から8時半まで、あ、24日から26日まで3日間あるんですよ、ん3日間なんですよ、3会場だよ、あ、3会場だよ、ちょっと待ってください、私南公民館だったんで、これ行けたらいいなと思ってちょっと持ってきたんですけど、鍋かけと他もあるんですよ、高林と、あ、これには書いてない、うん、そうそう、3日間あるんですよ、3日間あるんですね、詳しいことは、那須塩原の広報とかに出てるのかな、見る日がなんかかっこいいかもしれない、テーマ1、公共交通の在り方について、テーマ2、市民の皆様と考える那須塩原市ということで、あります。3日間あるんですね。他の地域の方ちょっと。25日だけ午後2時からの昼間だ。昼間なんだ、まあ。夜忙しい方も多いですからね。詳しいことは、那須塩原市のホームページであったり広報の方を確認していただければ、カラセ山の人も知ってる、詳しいですね、すごい、この花王の似顔絵がねよく描けてありますね、すごい上手ですね、こんな感じ、ちょっと分かりにくいかな、誰が描いてるのか上手ですよね、誰が描いたか知らないけどすごい上手ね、こちらに見て分かる人がいるので、はい、来週だとちょっと間に合わないんで、興味のある方は使ってみてください、うん、はい、一つインフォメーション、はい、自分の言うの忘れてた、やっぱ皆さん、ご飯でございます、一緒です、はい、はい、よろしくお願いします、ね、来週月曜日、月曜日、うん、5月23日なんですが、無農薬食材専門店、ブランチカフェ響さん、前にも響さん、ゲストで来ていただきましたね、はい、ここで、月曜日なんですけどもね、月曜日って意外とみんな忙しいのかどうか分かりませんが、10時半から12時までですね、ちょっと私めの素敵に生活を移しとるスマホを活用しつつやつをですね、ちょっとやらさせてもらうことになりました、まだまだお席は空いてると思うので、ちょっと連絡いただければとは考えております、響さんの方に連絡していただければ幸いなんですが、まあ、一応Facebook の方でしたらね、ポチしていただければそれで結構なんで、ぜひぜひ参加してみてはどうかなと思います、イベントの情報が Facebook にも上がってるってことですね、そうそうそう、23日月曜日、素敵に生活を映し取るスマホ活用術。
どんなものでもね、あの簡単にこうやって撮るっていうね、こういうことができる、まあ、時代になったわけですので、はい、まあ、意外とあのあれでもう一回これ撮り直しじゃないみたいな感じのこととかっての結構あると思う、うん、それをもうなるべくこう一発で撮れるような感じのね、あのレクチャーとかちょっとやりますんで、で、もともと私写真家ですから、うん、他にもいろいろやってんだけど一応写真家ね、はい、だから写真家の、うん、安心してきて、ね、はい、てなわけでよろしく、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。盛りだくさんですね、本当にね。それでは次のコーナーいきます。久しぶりですね、トライアル商品紹介をお願いいたします。あ、その前になんか先週用意してた写真がちょっと出てきてしまいました。13日の金曜日でしたから。あれ、これじゃない、これですね。トライアル商品の紹介です。ジェイソン、ジェイソン、ジェイソン、ジェイソン。あ、こちらに出しましょうか。はい、はいはい、それはね、今度の夏に入ったらすごい使うんですね、日焼け止め。はいはいはい、この日焼け止めで一番今人気になっているのね、安くてすごい、あの味噌であのベースしてるから、うん、肌にすごく、こう数字書いてあるんですけど、これ数字が大きいほどあの日焼け止めっていうカットする、ね、はいはい、50プラス、すごいですね。今ブラジルはもう70、70ってのもあるんですか。そうです、はい、70です。日本ではまだ50が一番強いよね。それで、728円です、ね、そこら辺は800円とか見たところがあるけど、トライアルさすが728円、そうです、ね、ちょっとポルトガル語でいいかね、ジェンチョアリアプロテトソラルダビオレA base de água, ele é número 1 em vendas, tá? Ele está custando aqui no trial 728 ienes, tá? Tá barato, viu? Suíte, no, quando o meu filho do meu irmão subiu, não? Subiu, né? Quando o meu irmão caiu, não? 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 SPF 35、それはね、それも50まであるので、それもジェルだったらその35があるのね、それが498円、Gente, esse é um protetor solar para bebê, a base de gel está por 498 ienes no trial. 35でも随分いい数字だなと思いますけどね。それでいっぱいありますね、いっぱいあるよ。それでこれはね、男性と女性でも足の匂いが出るでしょ、それがナンバーワンの、あのクリーム、これ足に塗ればいいですか。足に塗れば、あの、いや、あの一日中その匂いがしないのよ、すごいいいのよ、そのクリームが。これが、それが748円。Gente, olha, esse é um creme para passar nos pés, para evitar o chulé, tá? Porque agora no verão é um tal de tira-sapato e ninguém aguenta, né? Então, esse creme está por 748 ienes no trial. Aí. これは脇のしたの匂いを防ぐために、それも748円。Gente, esse daí é um creme para passar nas axilas, tá? Ele também protege o dia inteiro. Está por 748 ienes no trial. すごいのよ、そのクリーム。息子が使ってるから。あ、そうなんですか。言うことができるのね。それでも足と脇の下ですね。そうです。はい、それで、さすがトライアルはね、あのその、それはリップクリーム。はい、けどリップけど、あの色がないのね、はい、それが498円、すごいナンバーワンの、それあの、口に取れたらリップクリームね、日差しに出てもなんとか乾燥しないのね、はいはい、それが498円。Gente, esse daí é um creme, é um protetor labial muito bom, está por 498 ienes no trial, tá? Aí,
それもその値段ではちょっとね、これ僕使ってますよ、これ。そのメントンが一番安いのよ、トライアルで68円のよ、68円よ。Gente, esse mentum aí está por 68 ienes no trial, tá? Para quem não consegue comprar esse de quase 500 ienes, pode comprar esse daí por 68. これ使い切らないうちにね、あれどこ行ったっけなって買って5本、5、6本多分ありますよ。はい、先ほどの、 あの紫外線カットですけども、はい、紫外線もすでに、ね、かなりあります。実は6月、日本では、ね、梅雨の時期で、あの天気が良くないから、そんなじゃないですけど、6月に夏至がありますからね、うん、紫外線の強さ、実は7月、8月よりも6月の方が、天気がいい時は危ないし、曇ってても紫外線結構来てますから、肌をいたわるためにはね、した方がいい、紫外線ケアした方がいいと思いますね。はい、ありがとうございます。それでは音楽を一曲聴いていただこうと思います。今日は、今日はラッパッション。あ、ラッパッション。この前塩場ライブがあって僕行けなかったんですけど、何でしたっけ、野田透さん、はい、の演奏で、ラッパッション聴いていただこうと思います。それでは続きまして、仲良しの扉、これも久しぶりですけど、はい、聖書の御言葉とブラジル・ポルトガル語講座、どこまで話がいっていったかちょっと思い出しながら、創世記の、ね、住所の4節です。はい、はい、お願いします。ヤワンの子孫はエリシア、ガルシシオ、キティムジン、ドダニムジン、はい、ジェネシス、創世記の10の4章、だいぶ忘れ10章の4節、はい、
ですね。そうですね。はい、じゃあそれは次は英語かな。脳の子孫のね。はい。Os descendentes de Javã foram os povos de Elissã, Espanha, Chipre e Rhodes. Gênesis capítulo 10, versículo 4. Portugal, como está, né? The sons of Javã: Elisha, Tarshish, the Kitchen and the Rodani. Gênesis chapter 10, verses 3.この辺りになると僕らちょっと馴染みがないんですよ ね、うん、ね、あまり聞いたことのない名前です ね、 ね、でもね、ノアの一つの子孫でね、最初のヤワンっていうのはヤワンはあの、ノアが3人センハムヤペットね、それで、はい、ヤワンはその一人の子誰の子でしたっけ、孫になるわけですね。そうです、ノアの孫になるんですけど、だんだんだこれ人いっぱい増えてきますよね。増えてくるからね、私たちの脳にも どなたの子孫、セムとハムってセム子族がメソポタミアでしたっけ、うん、ハム子族がエジプトでしたっけ、うん、日本の歴史とかで教える分にはケーズ、ズネーズネーズネーズだんだん広がっていくのを ね、ケーズで書きますけども、ちょっとそういうのないと分かりにくいかもしれないですね、うん、私たち の例えば、いとこがね、どんどんね、どいくなって名前も知らないのねだんだん分からないのね、いとこでも名前で知らないのが、ね、不思議なとか思うね。法事とか行かないとみんな分かんないですよね。普段会わないですからね。誰か結婚式だとかね、お葬式とかないと分からないっていうね。あなたは誰とか、まあ人類の本当祖先っていうの話ですからね。一旦みんないなくなって、ノアの一族が、世界で、セムとかハムっていうのは後のメソポタミア文明とかエジプト文明を築き上げるということですね。それで、この思想の中でね、説明あるのはね、なんで一人はこんなに大工さんになるとか、なんでこんなにね、金と仕事するとか、宝石に仕事するとか、ずっとそんなのね、歴史の中でもずっとあるのね。これから、ね、人類の歴史が始まっていくわけですから、楽しみにしてください、はい、ではそれ小さいポルトガル語講座は今日はもう前にあったけど久しぶりですよ。アプリマベーラエイスタソンダスフォーレスアプリマベーラエイスタソンダスフォーレスフォーレス、そうです、長いです ね、そう、春は花のシーズンです。もう春終わっちゃう。終わっちゃう。終わりだよね。だから複数っていう感じでしょ。もう一回いきましょうか。もう夏になってね。プリマベーラが春ですね。そうです。エスタさんっていうのが、季節。季節。で、フローレスっていうのが花の季節っていうのがエスタさんダスフローレス。エスタさんダスフローレス。はい、もう一回いきましょう。A primavera é a estação das flores. はい、前にね、花の写真もいっぱい見ていただいてますよね、うん、これから夏になりますからね。夏は夏でまたいろんな花があって、ブラジルではブラジルも、春っていうのは今秋の季節ですよね。そうです、逆になってるんですよね、はいはい、春っていうのはこれから暖かくなってる時期ですよ ね、はい、そうね。ちょっと時間ある、はいはい、ブラジルの、あ、ちょっとじゃあ見せるものが持ってきました。はいはい、ね、ちょっとね、はい、これはねお土産です か、 ますか、ね、はい、何ですか、これはねブラジルのブラジルナッツって、昔はパラナッツ、パラは州の名前だったよね。それでも、北の方の州ね。けどこれはブラジルのナッツだけになってるから、うん、ブラジルナッツに名前変わりました。ブラジルナッツ大きいですよね。そうですよ、ナッツです。
ね、後からどんな味かなとか。それでもうこのまま食べられるんですか。はい、お料理する。はい、料理しない。それでこれはおやつのね、ブラジルの伝統的なおやつで、甘いけど砂糖とココナッツとあのそれをずっと粉にね、この色までして、それでちょっとカラメルみたいになるのね。キャラメル、キャラメル。それであの日本にあるでしょう、粉にね。生キャラメルじゃないですか。なんだっけ、お花畑をあの歯がくっつくのキャラメルちゃんね、けど向こうはすごいあのそれはまだ柔らかいけど硬くするのね。だからこの顎壊れるの名前。噛むんですか。そう、噛む、ね、舐めるんじゃダメなんですか。舐めてもいいの、これは柔らかい。キャンディみたいな、キャンディみたいなね。はい、はい、もう一つはフランスの、だからフランスはみんな知ってる。結構硬いです ね、 ね。はい、ブラジルの、はい、なかなかね、日本でお目にかかれないので、ありがとうございます。それでは、懐かしい、返しの扉でしたけども、続きましてもう一曲音楽を聴いていただきますね。時間大丈夫ですかね。大丈夫ですね。カルエノさんの、食べ物の話はこの後でちょっと言えるんですね。音楽もう一曲聴いていただくと思います。ミッドナイトレインボー、こちらウクレレが出てくるやつか。同じく野田トールさんです。いいですか、はい。Blue
田徹さんで、何でしたね、ミッドナイトレインボーを聴いていただきました。こんな感じ。はい、それでは次のコーナーいきます。あ、はい、すでに出てしまった、こんな感じ。はい、今日はですね、ちょっと上野さんからちょっと仕入れたネタでございます。これ宇都宮のすずめの宮っていうところ、皆さんご存知ですね。そこのですね、あの宇都宮の大谷のすぐ近くなんですよ。ちょこっとその路地を入っていったところの、まあ裏路地って言ったらいいのかな、あのケンジ小麦館っていうお店なんですね。でそこで売られているパン、まあ一応あの夢小麦ってやつですか。夢香り、夢香り、夢香りという小麦、うん、国産の小麦ですね、を使ったパンなんですけど、もうなんか袋の外からなんだけどね、結構ねこれあの柔らかいっていうのが分かって、ちょっと開けて食べてみたくなったんですけど、まあ、食べてもいいです。あ、いいいいのか、マジで赤ちゃんの食パン、うん、男性用として初めて作られた小麦、うん、栃木で生まれた赤ちゃんの食パン、開けて食べてちゃうまずいよねこっちは食パンじゃなくて、なんて言ったらいいの、これね、まあ一応食パンって言ったら食パンなんだよね、これ、ま、丸いパン、ね、うん、丸いパン、かわいい、これなんかかわいい感じだよね、これ美味しそうだな。あともう一個あるんですか、そちら。でもう一個はこれがね、サンドイッチ、これすごいですね、これもうボリュームがすごいですよね。ほんと野菜これ大好きなんだっていう、もうベジタリアン向きのこれサンドイッチね、これ野菜だけですか、キャベツとで、トマトでしょ、で、ハムが薄あ、一応ハム入ってる、うん、まあ1ミリあるかな、まあ、ハムですからね、1枚、うん、ハム全部ハムじゃないですね、ハムね、値段覚えてないというところなんですね、まあどっちにしてもね、なんか今日ね、はい、上野さんのそのフェイスブックの記事をちょっと見させてもらって、うん、これ絶対出してちょっと見ようっていう話をちょっとさせていただいた。そしてあのクーラーボックスに入れて持ってきてくれたんですよ。あ、本当ありがとうございます。ありがとうございます。美味しそうですよね。なんか食べちゃってもいいとかって言ってますけど、後で美味しくいただきましょうかね。ジュルリ。あ、サンドイッチもなんかいろいろあるんですよ、うん。なんかね、すごいね。まあ、ねそう種類が。見えるかな、いちごとかもありますね、うん、カツですか、こっちはカツのカツ、ハンカツさん、ね、そうですね、もう一回名前、ケンジ小麦館、ケンジ小麦館、ね、ケンジっていうのはアルファベットの大文字でケンジ K-E-N-J-I で、それで小麦館、ネット上にもちゃんと載ってますので、まあ、先ほどもちょっと確認させてもらったんだけどね、まあ私もその前スーッて通ったことがあったので、すずめの宮って言いますけど、あ、地図もちょっと出てるんですけど、さつき2丁目、19-13、電話もありますね、電話書かれてありますね、電話ありますって言ったら失礼ですね、電話番号が書かれています、028-655-1122、さつき郵便局大谷ところから入っていって、うん、足銀と公園がその手前ですね、まあ、その辺行くと結構有名なのかもしれないですね。なんかよくベニマルでも売られてたらしいんですけど、あの生産が追いつかなくてあっという間に売れてしまうんで今は置いてないとかっていう話を先ほど聞きました。またこのさ包み紙なんかいいよね、うん、今なんかビニールのさなんか本当にパリパリってしないやつでしょ、これパリってするやつでさ、なんか素敵だなと思って、まあ、こんな紹介でございました。はい、ありがとうございます。後で美味しくいただきたいですね。はい、いただきます。ありがとうございます。じゃあ、撤収。はい、それでは続きまして、懐かしの扉ですね。失礼しました。懐かしの扉。今月5月は、あなたの心霊体験ということで、メール募集しております。一つね、実はメール、私、預かっておりまして、これもですね、心霊体験って死ぬか死なないとかそれまで誰かが亡くなった時にね、なんか虫の知らせでなんか音がしたとか、なんかそういうのも含めて、まあ、幅広くいろんな
なんだかわからないけど、なんかそういう霊的なもんじゃないかっていうものを、いろいろ取り上げて、いいんじゃないかなと思っておりますので、まあ、あまり厳密にこれが心霊体験だ、なんだとかいうんではなく、体験したこととかを教えていただけるとありがたいですけど、水さんが、水さんってあの前この番組、先ほどの飯沼隊長と同じように、ビバビバナス塩原という番組を金曜日にやってたんですけど、その中で、ナスのアーティストさんたちをいろいろ紹介してくださってたのが、溝口武さんという、焼き物をね、やってる方なんですけど、お話をしたら寄せてくださいましたので紹介します。水さんありがとうございます。水さんありがとうございます。遅くなりましたが、例のあなたの、霊体験ということで、素敵な金縛り、幽体離脱、浮遊感などいろいろあるんですが、いまだに一回こっきりの体験として忘れることができないポルターガイストについて話します。この話って大丈夫なんですかね。ガタガタガタとなんか揺れたりしないんですかね。26歳の頃、代官山の骨董屋に勤め住み込んでいる時、お店番をしていたらどうにも眠くてうとうとしてたら、午後2時に店の電気がパッと消えたんです。調べればいいのに動くのが眠気で面倒なのと、なぜか停電なんだって勝手に決め込んじゃっていました。それから金縛りが来て、これは困った、店の中で回転椅子に座っていて、いる場所を変えたりしてどうにか逃れようとするんですが、一応ね、あのシャリのついた椅子でこう動くことはできたんですね、金縛りになりながらもね。移動して、逃れようとするんですが、店内のどこに移動しても金縛りから逃れられなくなってました。日時から4時の間ずっとそれをやってたんです。そしたら金縛りがだんだん強くなってきて、最後に手を後ろ手にされて背筋がピキーンとなった。それでなんとか横を向いたらガラスケースの中に鎧が展示されていたんですが、骨董屋ですからね、鎧が展示されていたんですが、その鎧自体にそれを着ていた人でしょうか、ものすごい気配を感じたら、目の前のテーブルがガタ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 って揺れ出したんです。これは怖いって、ムードありますね。これは怖いって身の危険を感じて外に飛び出したら、隣のセブンイレブンは、光光と明かりがついていたんです。セブンイレブンあるんですね。26歳だからその頃もありましたんでしょうけどね。なんだ停電じゃなかったんだって店に入って調べたら、ブレーカーが落ちてました。それでブレーカーを上げたら約2時間の間誰もお客は来なかったのに、着いたと同時にお客が入ってきて、見たらお坊さんだったんです。わあ助かったと思いましたね。思わず助かりました、ありがとうございますって言ったら、何のことやらはてなって顔してました。浦和の須田さんというお坊さんでした。そこまで喋っちゃったんですかね。まあなんかあったのかもしれないですね。そこにお坊さんが来てくれたっていうのは、でもなんかすごい話ですね。すごいね、こんな現象はあるんですかね。いや眠気があったんで、その間実はうとうととなってた夢の中の話かもしれませんけど、まあそれはわからないですね。そういう現象、ポルターガイストって本当ガタ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 って、今あの何でしたっけ、幽霊の番組やってますよね、テレビで。土屋太鳳ちゃんが見てない、福士蒼汰君とやってる、なんだっけ、知らない、なんだっけ、ね、やっとかもしれない、そうそう、ドラマ、あの死んだ人が成仏できるようにね、あのやってる、乗り移ってちょっとあのゴーストっぽい映画のドラマ、テレビドラマ、映画ゴーストっぽいやつですね。ゴーストにもありましたよね。あの日本でも松島奈々子さんがやった、宇都宮で撮影したんですよね。マッシュポテトの宇都宮で、ね、そんな映画がありましたけど、ポルターガイスト、ポルターガイストっていう映画もありましたね。なんか
そういう経験ってないですか。ポルターガイストはないんですけど、金縛りとかその、一回寝て、あのなんとか、人生の中で暗い方のね、それでクリスチャンになる前にあのなんとか寝て、その黒い影があの布団の上に来たのね。黒い影がもう本当に、あ、死にたかったとかその気持ちがあって、本当に思い出したら来るね、迎えに来る。それでなんとかもう怒りでもういやーって言って、それでバッていなくなった。今その話聞いて気になったのは、なんか臨死体験っていうのが、臨死体験で、日本人の臨死体験と外国人の臨死体験っていうのがなんか違うって聞いて、なんか日本人だとお花畑の向こうで川が流れてて、外国人はなんか違うって話聞いた。母は日本人だったから、あの、このね、箱にあのちょっと粉にあのコインを入れたとか、録音線とか、そうそうね、そんなのあったよね。父が亡くなる前に部屋に女の人がいる、女の人がいるって言ってましたね。だって誰かわからないけど、私たちには見えないんですけど、迎えに来たんですかね。ねえ、おばあちゃんかなと思いましたけど、見てないからそう言ってましたね。だから見えたのかな、どうなのかなっていうのはね、分かんないんですけど。臨死体験じゃないけど、僕はさっき水さんが書いてた幽体離脱っていうか、子供の時ですごい熱出して寝てる時に、なんか自分のことを客観的に見てた瞬間っていうのがなんかあった記憶があるんですよ。離れて、なんかなんで俺こんなに苦しんでんだろうなって自分も自分で見てた記憶があって、あの時肺炎起こして相当熱があってヒヒ言ってた時だと思うんですけど、昔もあの親戚がこう日本で亡くなったのが向こうであの門に立っていたとか、そんなのがあったよね。会いに行ったとかね、会いに行ったとか、ね、国で見えないので立てたよってね、あ、死んだなとかね、そういうの聞きますよ ね、うん、昔の話ね、見えるかね。まあね、あのそれが死んで霊的なものなのかどうかわかんないですけど、不思議な現象っていうのはいっぱいありますよね。松本さんなんかこの前そういうところ見てきたとかって言ってませんでした。なんかそういうところ見てきたとかって言ってませんでしたっけ。自分は全然霊感がないんで、わかんないんだけど、話してたら、もう話聞いちゃっていくと、なんかそういうものに、もっちゃん先入観できちゃうんですよね。私、一回車を回って、その私の自制バーってあの、トンネルみたいに撮ったとか、それがありました。やっぱり死が近いと、なんか、あの普段感じないものを感じたりとか。多少は、なんかそういうない、俗に言う心霊スポットっていうとこたまたま行った時に、結構好きですね。心霊スポットに行くわけじゃなくて、なんか歴史とかそういうところに行ったら心霊スポットだから写真を撮ってみるみたいなのがあって、行った時になんかちょっとなんか 重く感じるっていうのって感じ、やっぱりそのでも先入観かもしれないですよね。背中にいるとか、はい、そういう感じで感じられない。ただあの先入観って話し聞いてるからそこで人が亡くなったよとかって、なんか嫌な気分するじゃないですか。そういうのがこの前も話したけど、やっぱり僕らどっちかっていうとそっちが多くって、本当に純粋になんか霊的なものを感じるかっていうと感じる。でも松本さん好きですよね、そういうところ。息子はあの広島の爆弾が落ちたでしょ、あそこ の、 原爆資料の、そう、あそこの美術館なんていうの、原爆資料館、そうあそこに入ったらあの、大声が聞いたのね、聞いたのね、みんな霊感強いから、そうね息子はそういうのないんだよな。だから恐れ山っていうね、本州で最後方が、にも行ったけど、全然そういうのが全然わからない。そういうの行ってるってのはすごい。いや、行ったら地元の高校生が遠足歩いてる、駅で歩いてるでしょ。
で一番あれだったのは行ってかもう全部見て帰ろうとしたらたまたま烏山の市役所の人にばったり会ったっていうのが一番そういう偶然ぐらいに、なんか恐れ山がいっぱいればねって言われます、まあ、温泉の匂いとかいいような匂いですか。一回宇都宮から帰ってきて夜だったから私と主人と息子がいたので、それで私たちその話してたのよね。あの霊とかのバーって黒い影が車のバーって入ったの撮ったのね。それで3人がそれ感じたの。エレンさんもそれ分かった。分かる、分かりました。やっぱりエレンさんの家族は霊が強いのかもしれない。だからあのそこでみんなお祈りして、それで3人がそれ分かったから。なるほどですね。ね、夜霊がつきやすいらしいですよね。寂しい霊がここに、ね、そうですね。一番最初に聞いたのは多分同級生のお兄さん、写真は見てないんですけど、写真にあの鬼怒川の橋の欄干にろうそくがビーって出た写真を撮ったっていう話を小学生の時に聞いたのが気持ちよかった。だけどそれは見てないので、自分も見てないので、それが多分一番最初に聞いた話、ね、日光の毛雲滝によく見る、そうそう顔がね、僕絵はがきであの売りに来たい人がここに写ってるからって言って買った記憶がありますから、家にいるとね、あの家に言えば多分その写真あるはずなんですけどね。結構そういうの顔に見えるとかってありますよね。時間そろそろなんで、また来週その辺の話を。昔あの写真あの、死んだ人の死体の写真撮ってたでしょ昔、うん、あの写真とかに撮るときにたんびにその一つの顔があの笑ってるってね、また写真見たらまた笑ってるとか、その写真屋さんだけが見えるんですよ。写真屋さんは怖いよ ね、 ね、そういう死んだ人を撮るっていうのは怖いです ね、 ね、 怖いね。昔それだったよねみんな。学校 の、 あの音楽室に一人で行くだけで怖かったですけどね。トイレ、学校のトイレ作曲家の肖像がこっち見てるって、みんな一番最後のトイレトイレがね、赤ずの学校はいっぱいありますね。仕事で病院行って、だからパソコンの設置とかしに行って霊安室とか設置あるんですよ。それ一番一人でやったら怖い。怖いですよね、後ろがなんかね不安だよね。そうそう時間なんで、ちょっと紹介持ってきたんで紹介しようかと思ってますけども、これあの滝夜叉姫、烏山の、山際祭で、登場する、正門の娘なんですよね、はい、妖力を使うということで、これは国吉が描いてる滝夜叉姫、相馬の古大寺って言うんでしたっけ、骸骨と写ってるやつ、国吉って今やってるんですよね東京でね、同じようなところ。これは広重ですけどあの五人火災絡みの、狐尾、これは王子でしたっけ、王子装束えのき、大晦日の狐尾ということで、もう狐もね大晦日にこう狐が集まってね、お参りしてるということで、で狐が出てくるやたぬきもということで、これはもう国吉だったかな、平成たぬき合戦ポンポンにも出てくる、たぬきのなんとかは八丈敷だというか言って、こういう絵が、平成たぬき合戦ポンポンでもいろいろ出てきますが、狐やたぬき、それから妖力を使う滝夜叉姫、この辺あたりの話いろいろありますんで、来週末ですね、五人火災、那須の五人火災、29日の日曜日です。またその辺の話来週できたらと思っておりますので、時間過ぎましたので、また来週お会いしたいと思います。最後またブラジルポルトライブで別れの挨拶ということで、では皆さんまた来週お会いしましょう。チャオアクアス 8 to 1